野毛の切通し横浜道は、幕末、横浜海港に際して、東海道と横浜港を結ぶために、現在の横浜市西区、中区に作られた街道。1858年に、日米修好通商条約が結ばれ、翌1859年に、神奈川を開港することが決められた。しかし、徳川幕府は、東海道で栄えた神奈川塾に、 港ができて偉人が入ることを恐れ、対岸の横浜村に開港することにし、横浜を神奈川の一部だと強弁することにした。当時、神奈川、横浜間の交通は不便であった。片平川川口部の岡野神殿、平沼神殿や大岡川下流部の吉田神殿、大田屋神殿は埋め立てられていたが、まだ湿地で、野毛山の東側もすぐ海であり、道らしい道はなかった。 そのため回路か、陸路ならばほどが谷宿から井戸ヶ谷を迂回するしかなかったので、幕府は神奈川と横浜を短距離で結ぶ道を作ることに決めた。経路は、神奈川宿とほどが谷宿の間の芝生村から、当時の海岸線に沿って、新田館橋、平沼橋、石崎橋をかけて、道を築き、戸部村から、野毛山を越える野毛の切通しを作り、野毛橋、大田橋をかけて、 現、馬車道付近を通って、横浜港に至ることになった。工事は開港のわずか3ヶ月前に始められ、志向主、カオナナ、工事監督、小戸ニ谷宿本人のカリベセーベイらにより、特艦工事で開港前日に、やっと開通した。1869年には、下岡連城により、吉田橋から築地へ、乗り合い馬車がこの道を走り始めた。 1872年には乗り合い場所に代わり新橋、横浜間の鉄道が開設されたが、以前道路としては重要であった。現在でもこの道の一部は、新横浜通り、横浜駅根岸道路など幹線道路になっている。ありがとうございます。